はい、始まりました。フォルテのモーニングルーティーン。いや、意外とナイトルーティーンが好評だったので。Hey! Good morning! やっちゃいました。おはようございます、ちゃう。コンクール。コンクール。本番。本番。まあね、絶対しないんですけどね、コンクールの日に。今日はなんかちょっとモーニングルーティーンを撮るっていうので調子乗ってね、筋トレをしちゃってます。はい。まさかの、はい、こっちのアングルからもフォルテをどうぞ。そして見てくれるよ。はい、見てくれました、フォルテが。はい、キラキラした眼差しで、はい、純粋な少年のようですね。はい、続いて、フォルテアニマル動物園へようこそ。はい、なんか朝はだいたいこのようにミニと麦と遊んでます。1週間に1回ぐらい。くせえな、お前ら。尻尾の振り方が。くせえぞ、くせえ。臭かったんです。おはようございます。この子たちあんまり風呂入らないんでね。動物って自分のことを臭くないかなって時々思うんですけどね。まあでも自分の体臭って人間もわからないですからね。臭っ、うん、やっぱお前ら臭いわ、最悪。バイバイ。なんでこの尻尾。にゃにゃ、取れ。にゃ。これがフォルテの可愛がり方です。犬ってね、バイバイ、結構うるさいですよね。もうちょっと静かになってほしいんですけど、ね、お座り。あれできた。おー、できるようになったんですよ。これマジで革命ですよね。そう、僕が今練習してるのは革命、ショパンの革命。あ、もうこの話は置いといて、はい。ワン言わないんですよ、なかなか。頭が良くなったでしょ。ちょっとね、 AI を搭載してみました。嘘です。はい、また見た。そして続いてコーヒーで目覚まし飲んだ。直飲み、まあ、この量だからできるこの荒技、素敵や。そして磨い、はい、今から何をするかと言いますと、フルーツを切っていきたいなと思います。いつもの朝は絶対にこんなことをしないんですが、ちょっと今日はね、海外にね、憧れてね、フルーツを切って自分で多分切って食べていくんですけど、食べ方もうちょっと違う方法があったでしょうね。フォルテ君、何をしてるんだあんた。食べ方、皮の端まで吸うな。食べ方ですよ。はい、またオレンジを切って、その切り方危ないんですけど、はい、もはやランボーですね、これは。はい、プレデター2とか出てきそうですね。まあ弱小ですぐ死ぬんですけどね、その話は置いておいて。はい、次また何やる。こっち見て、食べ方、野生児じゃないですか、これは。ゴリラ、これはモンキーでしたね。はい、まあ、こんな風にたくさんオレンジを食べてウキウキしてて、テンションが上がったところに鶏胸サラダをウキウキ食べます。はい、美味しそうですね、鶏胸サラダ、うまっちょ。そしてコーヒー、うまっちょ。次は何をするのでしょうか。はい、はい、ワンちゃんがワンワン泣いちゃいました。俺も泣いちゃいます、ワオー。はい、食後の歯磨き、朝一の歯チェック、そして、はい、ゴシ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 、歯磨き上手かな。はい、ゴシゴシゴシ、俺の体、背中もゴシゴシ、前もゴシゴシ、首もゴシゴシ、そして歯ブラシゴ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 シ。まあね、これ一発撮りなんでね、思いついたこと喋ってるんですけどね。まあ本番前やけん、特に念入りにピッカピッカのお箸、じゃあお箸だね、間違えた、これはもうこのまま行こうやみんなこれもカットせんけ。おおお、なんかいいこと思いついたなと思ったんですけど、飛んじゃいましたね。はい、これはね、一応ね、撮影してるのはまあもう昼を回ってますね。もうね、モーニングルーティーンって言ったんですけどね、ちょっと結構適当なんでね、僕はね。はい、はい、ペッ。はい、そして追い磨き、これもあのね、靴磨きをするような感じでこすってあげると歯もピカピカになるんじゃないかなと思います。でね、僕ね、ちょっとね、あの歯を白くしたくてね、しまいには重曹を使おうかなと思ってました、一時期。はい、あと漂白剤を使って歯磨きしたいなとか思ってました。でもさすがにね、混ぜるな機械なんで、ポルテとアルカリ性は。え続いてロレッタのジェル、このジェル意外といいんですよ、フォルテの髪に柔軟してね。
はい、これから今何やるのか、はい、ペタペタして、はい、よいしょ、今日も決まっていくぜ。あ、素敵やん、あ、素敵やん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 。はい、髪の毛チェック、髪の毛チェック、顔もチェック。やっぱね、本番の日なんでね、ナルシスト系に行かないとね、テンション上がらないんでね。あ、フォルテどうだい今日の顔、うん、素敵やん、言ってますがな。はい、続いて寝癖、後ろこれ直ってないですね。このまま本当に出るのでしょうか。あ、直して頑張ってますね。はい、僕の後ろ姿ってこんな感じだったんですね。いつも見たことなかったんでね。すごく前はカッコつけてるんですけどね、後ろが跳ねてますね。まあ、こういうのをギャップ萌えって世の中では言うんですよね。はい、違いました、違いましたよね。ちょっと先に言っとくわ、ごめん。あ、こっち見て確認、そして鏡の確認。はい、もうアリスインダーワールド、フォルテインザーワールド、素敵やん。もう何言ってるかわからないんでね。はい、いやーねー、ところで最近暑いっすね、ジメジメして。おかしいぞ。だからもうフォルテは最近もう下半身はねパンツ一丁ですね。そしてオイワックス、オイジェル、はい、待っていくと、ペタリン、ペタリン、ペタリンチョ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 。いやー、こんなね、こんな時間まで見てるあなた、もうこれフォルテのファンですね。コメントといいねよろしく頼むわ。うん、もうここまで見たんやったら最後まで見んといけんよな。うん、これもう義務、日本三大義務の一つの一つ、あれ、日本 三大義務の一つ。そう、まあ納税とかいろいろあるけどね、もうこれあのフォルテの動画を最後まで見るっていう、それも一つの一つですね。まあ一つが多かったね。もう1たす1を足したらもう多分今の一つをずっと足したら多分6ぐらいになってるよね。はい、続いて何をするかと思ったら、また鏡チェックして、今日も大丈夫と。よし、このぐらいテンション上げていかないとね。さすがにコンクールなんでものすごくメンタルがね、もう浮き沈み激しいんでね。そしてフォルテのお着替えタイム、うん、あん、おっと、これを着るとちょっとね着膨れしちゃうんですけどね。やっぱりねシャツって意外と着膨れするんですよ、ピタッとなるからね。最近ねちょっとね、あの休みの日何して遊んだらいいか分からなかったからね、日焼けサロンに行きすぎたらねちょっと黒くなりすぎたんですよ。はい、まあでもシャツと白、シャツが白で顔が黒いと結構ねいいですね。で鍵盤も黒いんでね、まあちょうどいい感じでね、色素が、色素というか、まあ色合いができるんじゃないですかね。はい、本番前に練習と思ったら朝だから指が動かなかった。何をしたらいいのか分からない。はい、いつもやったりとかやらなかったりとかする適当な指の練習、これね、まあいいか分からない。でも僕意外とこれあの難しくてやってる。動くかな、動くかな、動くかな、動き出した。指が動かん、これはもうコンクール落ちましたわ。コンクール落ちた。あ、まあやっぱね、コンクールの本番の日は逆算してもっと早く起きればいいんですよね。もうこれはもうね最悪のパターンですよね。でもこういう時こそ意外と弾けたりする。大好きハノン教訓、これやった方がいいですよ。まあ、理由は明確、指が動くようになるというか指の動きを分かるようになるからね。でそしてまた携帯の LINE のみんなのコメントチェックタイム、今日はどんなアンチが来てるかな。お、これこれ待ってたよみたいな感じのアンチを見ながらね、まあ返信したい気持ちを抑えつつ練習に戻ろうかなと思ってます。そして自分の演奏を振り返ってテンションを爆上げしてビートに乗ってきてボイスパーカッションをブンツツブンツツやっちゃったよ。はい、なんか変なこと、何をやってるんでしょうねこれは、一人で無音で。そして出発前に自己暗示、俺はいけると。いける、俺なら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 いける。山田だっていける、コンクールやしな、めんどくせえけど、今日コンクールやしな、めんどくせえけど、俺が出んと優勝者がおるんくなるとか言ってますね。
俺ならいける。いける。いける。コンクールまではいける。めちゃくちゃ正直受かるかどうかは知らん。でも車とか電車があればタクシーがあればコンクール会場まではいける。そう言ってます。なんかまだ言ってますね。出発。さすがにね、やっぱりね、あの4万人ともなってくると顔がバレちゃうんでね。顔隠して行こうと思ったら出していく。まあ今日はこんな感じのね、ちょっとねモーニングルーティンで実況しながら適当にやったんだけど、ここまで見てくれた方はありがとうございます。必ずコメントいいねお願いしますちょ。